比較言語学とは言語学の一分野であり、親縁関係や同形性が推定される諸言語を比較することにより、同形性や親縁性を見出したり、あるいは共通祖語を再考したりしようとする学問。インドからヨーロッパの言語をまとめたインドヨーロッパ語族に関するものが代表的。一方、歴史的関係の解明を目的とせず、 複数の言語を比較する研究は対象言語学と呼ばれ区別される。陰謀比較言語学への批判としては、風語集ハルトンの批判がある。そもそも比較言語学の研究方法が可能であったのは、比較対象であるそれぞれの言語が相互に比較できるほどの類似点を備えかつ独自の構造を持っていて、さらにそれらが他の言語と混じり合うことなく、 固有の発展を経てきたという前提に立つからである。しかし言語が相互に影響し合ったり混じり合うという合成物であるとしたら、この方法は成立しない。シューハルトは、比較言語学の生態的な前提でなく、言語は変化する、動態的な存在であるとして、クレオール言語学への道を開いた。無論こうした批判をもって、比較言語学が無効とするのは不当であり、 比較言語学がこれまでに言語研究を進化させたことは否めない。シューハルトとは直接的な関係はないものの20世紀の言語研究において、例えばノームチョムスキーの生成文法論やローマン・ヤコブソン、クロード・レビストロースら構造主義の理論的進展によって言語構造の内在的分析が重視され、比較言語学は 球体として批判的に受容されたこともあった。また、少数言語が滅亡していく中、フィールドワークや現地調査が優先され、比較言語学的な系統論はこれまで消止されることもあった。例えば、アルタイ言語学などの日本語系統論は、戦前の政治的な背景を想起させるため戦後は忌避される傾向が強く、現在に至っている。しかし、 アメリカやロシアの言語学では、アルタイ諸語の比較研究は現在でも継続されている。以下、西欧における比較言語学について記述する。日本における比較言語学については、項目日本語の起源などを参照。ありがとうございます。